家族ドエス、いつもご視聴誠にありがとうございます。今日は秋に向かって結構仕上がってきたメダカ特集ということで特集、まあまあまあ、うん、BDR Z3、 うん、なんじゃそら、そらっていう、まあね、これ前にも紹介したんですけど、ブラックダイヤとリアルロングフィンを掛け合わせた F1 ということです。はい、そういうことです。簡単に言っちゃうとね。それで、Z3 っていうのは、属、メダカ属の Z です。簡単でしょ。はい、Z3 1も2もあるのかって、ありますありますけど出してないまあいいや、ということでね、はい、じゃあちょっと仕上がってきたんで、これすくってみようかなと思います。はい、はいはい、いきますよ。はい、上身ですよこれが。うん、いいでしょ、反射してるけどいいでしょ、ね、いいと思う。自画自賛。いやいやいや、 F1 でここまでいい感じに仕上がってきちゃって、うん、そうですね。今ね F2 が稚魚っていうか張り子ぐらいかな、まだね、若干いるんですけど、このなんていうかな、あれ、どうなんだ若干この黒が勝ってる感じと、このブルーのなんかこれ曲がってんの、なんかおかしいねこれ、なんか曲がってない、大丈夫、うん、大丈夫かな。綺麗なんすよこれはね、エメラルドグリーンみたいな、うん、いや、いいね、気になるな、あれ曲がってるな、気になるな、あれ、あー久々見たかもしれない。仕上がってきてますね。もうヒレの伸びはほぼいっちゃったんじゃないかなって思いますけど、どうだ、ん、ブラックダイヤの感じもちゃんと受け継いでますね。うん、こっちはちょっと違うバージョンなんだよな。どこ行った？ん？これね、ブルー系の、はい、白容器だと白容器っていうか透明容器だとあんまりわかんないか、うん、まあこんな感じで、はい、育ってます。でこれのね、今子供も出てきてるんで、はい、順調にいけばまたそちらも順調にね、順調ですよ、そこが問題なんですけど、順調にいけば紹介できてくるのかなと思います。はい、まあ、これが BDRZ3 です分かりにくい。じゃあいいかな、この辺でメダ家族、どうしたぴよよ、ドロンします。